まあ、26、27をちょっとね、結果でサクッと見て、29、監督プレイ。で、30、31、結果へ。で、1日、2日、3日。1日、監督プレイで、2日、3日は、結果へということで、まあまあ、いつも通りやっていこうかなと思います。はい。頑張れ、中日ドラゴンズ。けけけけ。カード勝ち越し決めようよ。1年目正直、まあ負けて、最終回でもいいと思ってるけどさ。あ、最終回じゃない、最下位か。1年目最下位でもいいと思ってるけどさ。勝とうよ。巨人は9回裏失策で1点を奪ってって書いてるやん。誰かエラーしてるやんじゃ。カード勝ち越し決めよう。行くしかない。ナイス。それでいいんだ、俺たちドラゴンズは。野球を楽しめ。あ、いいね。オスカーの犠牲フライで1点先制した。坂本タイムリー。石川隆のところ。岡崎6回投げて3失点。そこじゃないだろう。なんで7対8になったか教えてほしいわ。よし。よし、やっていこう。お、どの目直道あれじゃん。1000試合出場かかってんじゃん。1000試合出場させよう。じゃあ。小宮山さん、いや、やはり関立根ち使上がえれば流よ。れに乗っていけると関根設定しなかっ思うんですよ。た？どうしてもピッチャー立ち上がり関根使サントってリーよ。が出てきせてっかく覚醒させたんだから。抑えないでは大違いになりますからね。さあ、あそれではれ？この立ち上がりどうなる関根？か注目していきましょう。関根怪我したか？確か一応一軍登録には入れてたから。これ関根怪我した？開幕カードでもしかして。それやだな。まあ、ここはピッチャーなんでね、バントさせるのがまあ普通なんですけど、バント警戒、バントしてバント警戒されたらたまったもんじゃないんで。まあ、というか、普通にこの場面ね、普通のプロ野球ならバント警戒するのが普通だから、バント警戒してバントするのが普通だから、まあ、あれなんですけど、まあ、ゲーム的にはね、確実にアウトになっちゃうんで、確実に。はい。ゲームの使用上確実にアウトになっちゃうんで、打たせます。確実にアウトになっちゃうから。高めのボール、ナイこれスはどうだ？セカンドの右抜ナき。イスナイスホームに送ナイ球スナイする。ス。ランナーが溜まりました。いいね。いや、この大島熱いよ。しかも絶好調よ。これスクイズ警戒もあるな。まあでも特にブレなくていいかな。ナイスナイス。いいんじゃない？赤星さん、バッターの大島。いいね。ワンバウンドヒットになった。バックホーム。素晴らしい。サードランナーホームイン。先制点よ。ドラゴンズ先制。やっぱ楽しいことを大事にしてるからね。うん、私が監督であるからにはやっぱ楽しんでもらいたい。さあ、先制したシーンですが、もうやっぱ一度り、ご覧いただきましょう。やっぱ選手がね、まあ、今年1年目の目標はね、本当に楽しんで、あまり怪我なくね、シーズンを乗り切るっていうのが目標なんで、みんなで楽しんでやっていこう。ナイスナイス。いいね。川越いいよ。楽しんでやっていこう。みんなの成長を私は見届けたい。リラックスしてくれ、リラックス。これから俺たちは大きくなる。これから俺たちは大きな大きな竜の背中を作り上げる。まだまだ小さくていいよ。まだまだ小さくて。1年目はそれでいい。1年目しっかりね、栄養を蓄えて、2年目大きな竜になりましょう。それでいいんです、僕たちは。いいね。浜口が壊れてるわ。浜口が壊れてる。やっぱ浜口には見ていけないよな。浜口には見ていけないよ。ナイスナイス。すまんね。やっぱり、1番から6番まではね、ちょっと見ていけがうまくいかなかったんですけど、うん、やっぱブレなくてよかったな。ここはチャンス弱いんで、チャンス弱いけど満塁ついてるな。ただここでいきます。この1点大事にします。僕たち中日ドラゴンズはこの1点を大事にしますよ。残念やったね。あららららら、そっち投げる。お前2塁セーフなれよ、お前。そっち投げるを先に突っ込んじゃったけどさ、あのふわっとした送球で二塁セーフならないの？ねえ、キムタク足遅すぎん？
ちょっと作戦変えるか。おいおい、細川。三塁を待っていく。細川かあれ。何してんの。ねえ。DeNA ベイスターズ。バッターボックスには。おいおい。たるんでねえか、川越か。細川ライトか。ちょ、川越良くないな。そんなプレイされちゃったら俺無理だよ。まっしゃ一応、まあリードしてる場面だからね。ごめんなさい。あんなプレイ見せられたら俺使えないわ。ごめんごめん。いいです。お帰りください。ここで一回コーチ挟むんだよな。ナイス。ホームゲッツ。冷静に。ナイスナイス。ダブルプレイ。ツーアウトランナー、三塁二塁と。7番バッター飛ばし、まあでもこの回まではとりあえずいい。この回まではストライク先行で頑張ろう。ナイス、リュークいいよ。ナイスナイス。よかった。褒めよ。これやっぱチームの雰囲気作りから大事だから、いいプレーにはちゃんと褒めないと。やっぱり、まあ、リアルの中止が中止だっただけに、褒めること大事にしましょう。岡林いいね。まあ、川越がエラーしてね、回ってきたチャンスしっかりものにしてるね。ナイスナイス。いいですよ。これでやっぱ川越にもね、危機感が生まれますから。いや、高谷スクイズおもろいなと思ったけど、絶好調だから打たせるか。若い子には頑張ってもらわないとな。ナイスナイス、いいね。何がいいかって、単なるヒットじゃなくてね、あ、右打ちの意識がある中でのこのヒットよ。ランナーを返そうっていう気持ちがね、ちゃんと出てるな。いいチームです。いいね。ちょっと、リューク。いいね。輝いてる、君。いいよ、いいよ。まあ、竜って入ってるからな。やっぱドラゴンズにいる選手で竜って入ってたら、そらね、やっぱり、活躍してもらわないと。あら、入江くん、あらら、あらららら、止まらんよ。ドラゴンズが11点って何年ぶりよ。ちょっと、何年ぶりですか。あ、なんか今シーズンあったか、一回。なんか一回あった。いいね、岡林。素晴らしい。ちょ、川越はマジで危機感抱いた方がいいわ。ちょっとまあ、調子の兼ね合いで川越にチャンスあげたけど、ちょ、岡林のこれ見捨てられたらな、ちょっと岡林になっちゃうわ。やっぱり。結構失点してるし。いいねー。素晴らしい。素晴らしいよ、せいや。素晴らしい。素晴らしいです。せいや、素晴らしいよ。押し出しあるだろう。ナイス。いや、ね、素晴らしいよ。ちょっともういいかな。ちょっともういいかも。もういいわ。なんか前もあったけど、前もなんかこんなんあったけど、もういいわ。ちょっとだらけてきた。夏浪監督にんまりしてるからいいけど、ちょっとだらけてきたわ。ちょっとあまりにも、あまりにもすぎるわ。林いいね。林いいな。君いいね。優輝いてるよ。毎回笹見監督抜かれるな。分かってんな、プロスピも。いいね、竜の未来、竜の未来。ナイスナイス。セカンドランナーもいいよ。ちゃんとタッチアップしてるな。さっきはなんか2桁得点何年ぶりだよみたいな、ちょっと半分ジョークで言ったけど、半分ジョーク半分ガチで言ったけど、18点は何年ぶりだろう。さすがに。てか、どの球団も何年ぶりだよ。
押し出しでさらに点差を広げます。試合ならんぞ。名古屋ドームにお越しの中日ドラゴンズファンの皆さん、こんにちは。どうも、我々が中日ドラゴンズです。よろしくお願いします。行くか。次ピッチャーだしな。いや、この点差あるからさすがにひっくり返されないと思うから行こう。初めてではないかな。このコマンドは使うのは初めてじゃないけど、おそらくね、あの大方が出てくるのは初めてかなと思います。ここで声をかけました。まあ、リュークが萎縮するかな。リューク緊張すんなよ。いらんことしたかな。頼むよリュークって言ってるな。これ緊張してるな。大丈夫か。顔こわばってるもんな。ナイス、ナイスナイス。ゲームでよかったわ。ゲームじゃなかったら危なかったな。ナイスナイス。まさかの中日で初めてじゃないか。阪神でもロッテでもないぞ。ソブエ、ちょっと阪神でもロッテでも多分ないぞ。21点は危ないな。ちょっと壊れちゃったな。押し出しでの得点。名古屋ドームがお祭り騒ぎよ。これスコア美しいからちょっとこれ守りたいな。まあ、1失点しても一応20点差だから割といいんだけど。ナイス、直道うまいからね。ナイス、素晴らしいスコアだ。22対1、素晴らしい。中日だったら何年ぶりなんだろう。史上初かもな。素晴らしいよ。やっぱ野手が頑張って点取ればね、俺たちは強えんだから。いいね。中日は3回裏、大島のタイムリーなどで6点を先制した。両チーム点を取り合うも両チーム点を取り合うもベイサーズ1点やぞ。別7回に上げて1失点。ナイス。なんといってもね、6回から主力休ませてますから、これもでかい。援護×はついてないからな。タイピンチ F か。これきついかもな。頑張れ、中日ドラゴンズ。いいね。まさかある。1年目。まさか。え、ドラゴンズってなんかあれかな、もしかして得点力めちゃくちゃある。俺が勝手に弱いと思ってるだけか。今日も9点取ってるやん。細川がいいな。スリーラン叩き込んで3点先制した。涌井涌さん6回5失点。まあまあいいでしょう。ビシエド細川いいね。勝ち越しできてるから正直最低限いいかなと思うけど、でも高橋宏斗に勝たせてあげたいな。まあまあ頑張ろう。頑張ろうドラゴンズ。頑張るしかない。頑張れよ。援護×。まあ今永が強いんかな。っていうよりは。あ、細川せいや。今永が強いもんな。やっぱ名古屋ドームでね、やっぱドラゴンズファンの皆様が、見に来てくださってますから、やっぱしっかりね、恥ずかしくない試合をしないといけない。辛すぎんか。あー、いい当たりだ。しゃあ全然違うわ。まあ、阪神の時とかロッテの時とかホームラン打たれた。おいおい、ふざけんなよ。菊池があんな打球打つかとか、阪神ロッテの時はね言ってたけど、ドラゴンズだとなんて言うんだろう、まあ、さっきも言ったけど、まあ、1年目は正直あんまり期待しないから、うん、全然あれだわ。相手を褒めることはできる。いいね、西川もいいよ。先ほどのああ、いってからだね。シャンシャン。
これ一発癖あんのかな、大野雄大は。これがチーム2本目のホームラン。まあ、しましたね。追加点を許します。まあ、あんま名古屋ドームでな、そんなバカスカ打たれる気しない今日な。ちゃんとこの間も相手の技術を学ぶ技術を。おいおい、悔しいよ雄大。雄大どんだけ第1号プレゼントすんの。雄大俺悔しいよ。でこんな打たれぬ雄大が。まあこれ行くしかないな。我らが立浪監督、また龍宮に声をかけに行くしかねえよ。もうここ切らずしていつ切るんだよ。さあ注目しましょう。もうツーアウトだからな。ワンアウトだったら次ここ耐えてピッチャー代打とかでやるけど、ツーアウトだからな。龍宮頼む。これが初球。初球打ち。龍宮。二塁アウト。これで3アウト。栗林超えられない。惜しくもあと一歩及びました。勝負だでも超えられない、やっぱ栗林は。そっか、しゃあないな、しゃあない、しゃあない。ソロ3本もんねえわ雄大ごめん。あ、今日からソフトバンクホークスね、ありがとうございます。うちのチームね、結構ね、守備できる内野手があまりにもいなかったんで、その中でね、一旦守備できる人欲しいなと思って、まあ、ビシエドも怪我しやすいし、ね、高橋周平も、石川隆も怪我しやすいってことで、ちょ早々にね、ちゃんとした守備要員、で、ワンチャンレギュラー取れるようなね、選手いないかということで、福岡ソフトバンクホークスさんから、いただきました。川瀬くんです。よろしくお願いします。まあ、加藤に関してはちょっとね、キャッチャーがあまりにもドラゴンズ多すぎるっていうのと、うん。まあ、守備要員なら、まあ、大野で十分っていうのと、うん。本当は、まあ、もっと低い星の選手でいくとね、逆に釣り合わなくなっちゃうんで、この黄色星のね、最低ラインである、黄色星というか、250以上の最低、チーム内で一番250以上で、最低だったのが加藤だったから、かわすと1000万。ありがとうございます。内野手が、若林とかもいいじゃん。若林はお高いか。若林もいいね。北村もいいね。あれだな。なんかドラゴンズやってると、いろんな選手がよく見えるな。田島と3000万。田島と3000万も使うの。まあ、そんな頑張らなくてもワンチャン外国人でめちゃくちゃいい選手来る可能性あるから、一旦ややこちらに有利ぐらい止めとこう。もう田島はどう頑張っても中継ぎで使える気がないから。功労者は分かってるけど、ちょ厳しくいこう。うん。まあまあ、とりあえずいいでしょ。柳絶好調だから勝ちたいな。1カード1勝。これを目標にしよう。1カード1勝。絶好調柳で勝てない。カープ強えか。いや、森下くん強くしたもんな。雲行きが怪しくなったな。あんだけ調子良かったのに、どんどん順位下がるやん。僕たちの夢が。ナイス、よかった。1カード1勝大事にしよう。小笠原よう抑えたなと思ったけど、5回で変える、もしかして。小笠原は5回で変える。ピッチャー使いすぎじゃない。藤島4イニングとかバカなんか。考えろよな。何球投げてるよじゃあ。まあ、86球で帰んなよな。ふざけてんな。
ソフトバンクが最下位転落？え？一応近藤とオスナ入れたぞ。近藤とオスナ入れたのに。というわけで、まあ、今回に関してはね、まあ、前回やり残してた、巨人戦2試合を、まあ、結果見て、巨人カード勝ち越しして、では改めて今回から始まったね、ベイスターズカードは、勝ち越しと、うん、でカープはね、まあ、表ローズだったのもあって結構きつかったですけど、なんとか1勝もぎ取ったと、十分です。はい、という感じですかね。まあ、うん、まあまあ、まあ、結果出たら3勝3敗か。まあまあ頑張りましょう。うん、頑張るしかない。勝てたらラッキー、勝てたらラッキーでいいんだから。うん、まあ1年目は負けてもいいです。はい、頑張っていきましょう。はい、以上です。お疲れ様でした。